Hello, what's up guys? My name is Lian and welcome to my video. ということで今回の動画は僕の過去の動画での発言が問題があったみたいで YouTuber にさらされてました。なので今回はちょっとそれについて話していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。あと、その YouTuber の方にアンチとかなんか嫌がらせコメントとかそういうのはしてほしくないんで今回この動画ではコメントをオフにさせていただきます。それでは早速やっていきましょう。Let's go。 はい、ということで、まあ、早速話していきたいと思うんですけど、まあ、今回のこの件については、まあね、これでちょっと僕の動画の方でもちょっと荒れてたんで、まあ本当はね、動画にするかちょっと迷ったんですけど、まあ、誤解もめちゃくちゃあったので、まあね、この動画を見て最後まで見てくれたらあのその誤解、皆さんの誤解も解けると思うので最後まで見ていってください。とりあえずダーティーレッツゴー。来てるね、敵さんめちゃくちゃ来てるね。めっちゃ来てね、ダーティー、やばい。あー、持ってんのかよ、怖っ、怖すぎ。あー、ビビった。スカー持ってんの？スカーモーラ1頭。オッケー、ジジー、まだいるね、これ多分人気なんだね、ダーティーって。俺知らない、なんでこんな人気なんだ、ダーティー。まあこれはアンパイに UFO だよね。ごめんねー、あーごめんねー、リック博士ちゃんごめんねー、リック博士ちゃん。こんなとこかわいい、めっちゃ可愛いんだけど。リック博士ごめんね、ごめんね、ちょっとちょうど UFO があったんだ、ごめんね、そんな意地悪つもりはなかったんだ、ごめんなさい。はい、これで制覇かな多分。いや、まだいるよ、まだいるんだけど。何これ、あー俺のキル、みんな俺のキル、みんな俺のキル。OK、 あ、もうこれボットやん。 OK、 GG。 はい、これで制覇かな。うん、7キロもしちゃった。ワンチャンボットがダーティーに集まってるとかそういう感じなわけないか、うん、はい、ということで、まあ早速ね本題に入っていきたいと思うんですけど、早速っていうか、まあ、だいぶ時間経っちゃったけどね。とりあえず皆さんにはこの動画を見てほしいです。ドン、パラパラって言ったらさ、ちょっと待って、あのね、今ね普通にシンプルにリアンの動画見てたよ。全部一気にやるとで、リアンの動画見てたんですけど、なんかすごいこと言ってます。 FPS の簡単な説明でなんかやばいこと言ってます、この人。これはね、例えばじゃあ FPS30 とかにすると、そう、ここからすごいカクカクになるじゃん。これはその全然あれなんだよね、 30fps で1秒間に30枚しか映してないんだよね、これ。うん、そうだね。フレームスペースだけど、フレームって呼ばれてる。発音いいね。1秒に30枚しか出てないんだけど、これが 30fps ね。これが240になると、あ、じゃあもう1000とかになると、はい、見てこれやばくない？もうなんか、なんて言うんだろう、泥水から綺麗な水かになった感じの。やばくこれちょっと待ってください。これ、ね、これね、スイッチ上イコール泥水って言ってるようなもんなんですよ。で、PC は綺麗な水と。これ大丈夫なのか。はい、でまあこれが今回僕がまあ晒されてたっていう本題なんですけど、まあ見ての通り 5.7 万再生されてて、1400高評価、200低評価で、そのクリップを見て、まあタイトルにね、リアンがスイッチでのことをびっくりマークなんかバカにしてたみたいな感じのタイトルなんですよ。でまあ確かにこの僕も最初これ見た時に、その 30fps が泥水って言って、あらまいるで、まあ 240fps、 まあ無限 fps にしたら240以上が、まあ、本当に綺麗な水みたいな話をしたんですけど、まあ、これは例えであって、マジであのスイッチ勢とは言ってないじゃん。 PC の 30fps、 この 30fps でやった時の PC の動きと 240fps の時の PC の動きが、まあ、簡単に例えると FPS をね、 FPS の滑らかさを例えると、まあ、泥水と
綺麗な水っていう、その、なんて言うんだろう、スムーズに動かない、滑らかに動かない感じを泥水って例えちゃってて、まあ確かにそのパッて聞いた時に 30fps、まあ、30fps といえば代表的なのがスイッチ勢で、そのスイッチ勢はバカにしてたスイッチ勢イコール泥水ってなって、まあ、勘違いしちゃったし、多分このまあ晒してる方も勘違いしちゃってると思うので、まあ、そこに関しては本当に僕がちょっと言い方を誤ったのかなと思って本当にごめんなさい。ちょっとフォートナイトやりながらで申し訳ないんですけど、あの勘違いしちゃった方は本当に申し訳ないんですけど、僕はマジでそんなスイッチ勢をバカにするんだったら、そしたらさ、なんかスイッチ勢は泥水だとか言ってるならまだわかるけどさ、そうだから俺がスイッチ勢を、そもそもね、その機種差別ってのはめっちゃ反対だし、スイッチ勢でめちゃくちゃ上手い人も知ってるし、全然、なんて言うんだろう、その 30fps の大変さも知ってるので、僕がバカにすることはないんですけど、スイッチ勢のことを。なんですけど、まあ、やっぱ、あの言い方だと、スイッチ勢は泥水って、まあ確かに勘違いしちゃってる人も、まあいたので、まあ現にね、あの YouTube に上げられてたので、ちょっと今回はその謝罪も込めて、あと誤解だよってのも含めてこの動画を回してます。あ、待って、敵また来てる、ちょっと待って、やめて、ジジイス。はい、そうで、まあ、現に僕の動画のね、この動画のコメント欄にも、おいスイッチをバカにするなみたいな、ね、コメントを残してる人も結構いたので、そう、本当にちょっと申し訳ないなっていう。でもマジで PC 勢の、まあ、PC 勢の 30fps っていうよりは、まあ、30fps 全体的にその比較として、で、まあ、これ、泥水って今回言ってるんだけど、前にもね、FPS 系の動画では、確か僕がやった、だいぶ前ね、1年以上前の比較では、なんか同じボクシングリング、例えば PC 勢対、まあ、30fps、スイッチ勢とか PC の 30fps とか、ね、を例えた時に、まあ、30fps の人は、まあ、本当におじいちゃんが、戦おうとしてる感じ、頑張って。で、240fps は、もう現役のボクサー、18歳とかの、ウキウキのボクサーが戦ってる感じの、その、それぐらいの力の差がある、みたいな。話をしたと思うんですけど、それもまた例えであって、それもだってさ、言うならスイッチ勢っておじいちゃんって言いたいのかよみたいな感じだかもしんないけど、じゃなくて、例えでそのまあそのめっちゃ動きにくい、やっぱ 30fps すごい大変だと思うんですよ。めっちゃ動きにくい中でめちゃくちゃ上手いスイッチ勢とかも僕は知ってるので、本当にそれはマジで尊敬してます。アンチの方へレッツゴー。はい、はい、ジジューズ。よっしゃー、勝てたー、よかったー。はい、っていう感じで今回の動画は、まあね、なんか、いつもとはちょっと違う感じの動画になったんですけど、まあこれでね、できれば誤解が解けたらいいなと思います。っていう感じで、まあ今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Peace out!